どうも春田です。どうも春田です。この花火屋の種というコーナーではですね、はい、皆様からいただいた疑問を自らの手を持って答えていこうというコーナーです。あ、そういうことですね。はい。それでは今回も、皆様の疑問にお答えしていきたいと思います。はい。花尾さん、伝賀さん、こんばんは。こんばんは。いつも動画見てます。と言いたいところですが、はい、実際はサムネだけを見てスクロールしてしまう日々も多いです。おい！そんな私はおっぱいが大好きで、はいはいはい、四六時中おっぱいのことを考えながら日々これ編集しています。そんな私は来週体育でシャトルランをやらないといけないのですが、はい、正直とても憂鬱です、はい、そこで思ったのですが、もしシャトルランの両端に巨乳の水着美女がいたら、うん、走るモチベーションが向上して記録が伸びるのではないでしょうか、はい、これって花火屋の種になりませんかね。よろしくお願いします、はい、というお便りでございます、はい。この花火屋の種、言い換えるとこういうことになります。はい。巨乳水着美女がいる場合といない場合でシャトルランの記録は2回伸びる。これありえますよね。でも結構、まあ、ちなみに私の場合は学生の時体操服から見えるブラヒモばっか見てました。あーあれね、エロいですね、はい、実際にやってみた。今回は水着女子の有無による記録の違いを比較するため、まずは水着女子がいない場合のシャトルランを行う。被験者には YouTube を生業とする陸上未経験者の一般男性 A と、陸上経験はあるがあまりそうは見えない一般男性 B の2名を用意した。この日はあいにくの雨だが、記録に影響はないものと目視で判断し検証をスタート。予想以上の足場の悪さだが、ここは目をつぶって検証を続行。40回突破。花尾は滑りまくっている。50回を超えたあたりで一般男性 B に疲れが見え始める。わあ！おっと、電眼選手。ここで電眼アウト。記録56回。ああ！続いて花尾もアウト。記録66回。コンディション悪いからね。翌日、今回の検証の舞台は兵庫県尼崎市にあるベイコム陸上競技場。昨日とは打って変わり、この日の気温は33度の真夏日であるが、記録には問題ないと判断し検証を続行。それではここで今回参加してくれる美女たちを紹介しよう。エントリーナンバー1、なにわのホワイトダイヤモンドこと白浜幸さん。仮面ライダーの変身です。変身宇宙来たー。エントリーナンバー2、実は理系大学院生のリオナさん。 C7H8O クレゾールが好きです。おボルトメタパラならオルトが好きです。オルト。エントリーナンバー3、ミスなでしこ日本兵庫県代表の萌えさん。うちの伝眼さんが兵庫にお住まいなんですが、伝眼さんはいかがですか。あ、はい、素敵なんです。エントリーナンバー4、鋼の G カップこと瑞穂さん。おっぱいの魅力は私が自分で言ってるのはなんですけど、夢と希望を詰め込んで私の知識を乗せながら寄せてロマンを生まれ出す、うますロマンを作ってます。いまいちよくわからないが、そのロマンを早速我々にも見せていただこう。選手入場。
ナッツの楽園ベイベー、ココナッツのサンシャインベイベー、ノッテキャストはサマーでサマーで、もうわらはまるわて。夢と希望の成果、ウォーミングアップもいつも以上に熱が入る。今回の計測ではラインの両端に2人ずつ水着美女を配置、さらにより厳密な検証を行うため審判には美形のものを起用した。こうして役者は全て出揃った。笑っとるがなお前。午後2時、世の全ての男性の夢と希望を乗せ計測開始。5秒前、3、2、1、スタート。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。笑いが止まらない被験者。頑張れ。やばい、これテンション上がる。あ、ちょっと。やばい、滝つきそう。危ない、危ない。天国がある一方、うっかり欲に流され行き過ぎると即犯罪。ある意味天国と地獄ともいえるこのシャトルラン、線は越えないといけないが一線を越えてはならないのである。問題なく20回を突破。よし、おだす。30回突破。やる気スイッチ押す。やる気スイッチ押す。途中の給水で熱中症対策も万全である。40回突破。削除されそうな気がするのでモザイクを入れて厳重に対処する。そして50回突破。しかしこの辺りから被験者から笑顔が消えた。そしてついに56回突破。全眼記録更新。しかし表情がかなり険しくなってきた。夢と希望だけを見据え、なんとか己を奮い立たせる。水着美女に一緒に走ってもらいながら最後の力を振り絞る。こうして70回突破。男の意地とプライドにかけて記録を伸ばし続ける。電眼77回目で1回目のアウト。電眼さん一発。まだいける、まだいける。73。電眼ここでリタイア。記録76回。わか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 。好きであらねば、おっぱいが好きな自分に嘘をつきたくなかった。ただそれだけです。こうしてまた一つ新たな花火屋が生まれた。シャトルランにおいて巨乳の水着美女がいるといない場合に比べ約18回多く走れる。
あーすごいですね。なるほど。いやでも伸びるもんなんですね。いや本当にシャトルランっていうものにおいて、ね、やっぱり女の人のおっぱいというのはとても効果があったと、うん、そうですね。これは男のロマンを証明したといった。いや本当にそうですね。今回、ウームさんに、探してもらったんですけども、何十件と探してもらって唯一許可を得たのがデイコム陸上競技場というところでありまして、うん、はい、水着美女を使うにはなかなかの、労力が、必要だったということであります。まあ、ちなみにあの鋼のね、鋼の G カップこと内田瑞穂さん、はい、非常にね、鋼ほどの強度かと思いきや、もう逆でしたね。逆でしたね。心が鋼でしたね。多分心は鋼、心が鋼でしたね、はい、メンタル鋼、はい。ではこの花火の種がどれくらい素晴らしいものだったかというのをキムリさんにですね、判定いただきたいと思います。それではこの花火の種何分咲きでしょうか。